では中点連結整理とは何か勉強していきましょう。今回の重要点は2つあります。まず1つ目、三角形で辺の中点同士を結ぶと中点連結定理というものが成り立ちます。これどういうことかというと、この辺の中点を取ると、この辺の中点を取ると、で中点同士を結びます。この時ですね、この中点同士を結んだ線と底辺の間にはある関係が成り立ちます。それが中点連結定理です。でどんな関係やっていうと、この中点同士を結んだ線はこの底辺と平行で、そして長さは半分になります。重要なんでね、再確認しましょう。三角形 ABC があって、その中点 MN を取って、その MN を結んだら、この MN っていうのは底辺 BC と平行で長さが半分になるよと。 MN は平行 BC で、 MN は2分の1倍の BC、 底辺だよということです。底辺と平行で長さが半分になる、それが中点連結定理です。2つ目の重要点見る前にね、早速この中点連結定理を使って今回の問題解いていきましょう。次の図で点 MN がね、それぞれ AB と AC の中点であるって言ってくれてます。で、このね、辺 X の長さと角 Y の大きさを求めようという問題ですね。やっぱり気づきたいのは、この M、N がね、それぞれ AB、AC の中点やって言ってます。だからそれを結んだね、中点同士を結んだ MN、これ中点連結定理使えるなぁと気づきます。どんなやったかなというと、底辺と平行で長さが半分になるんでしたよね。そしたらね、もう大きな方針見えてきますよね。X を求めたかったら、この底辺11の半分にすればいいと。それで X が求まるなと。で、Y を求めたければ、ここがね、平行なんで、平行線の同位角は等しいと。ここが36度なら、ここ何度になりますか？っていうと、同じく36度ですよね。平行線の同位角は等しいからです。そしたらね、この三角形 AMN に注目すれば、内角の180度なんで、引き算すれば Y が求まるなとわかります。じゃあ、あとは計算して求めていくだけですね。中点連結定理を使ったんで、しかも両方とも MN 平行 BC もね、MN が BC の半分の長さっていうのも両方使うんで、しっかりこれは書いておきます。で、MN の長さっていうのは BC の長さの半分やったんですね。X っていうのは11の半分。半分っていうことはかける2分の1ですよね。だから2分の11とわかります。またね、Y を求めるにはどうすればいいかっていうと、この平行線からね、同位角が等しいっていうことを使うんでしたね。角 ANM っていうのは角 ACB と一緒で36度になります。平行線の同位角は等しいからです。じゃあね、Y を求めるにはどうすればいいかっていうと、三角形 AMN からね、180が78と36引いて、そして計算すればね、66度やと求まります。このようにしてね、三角形の中点同士を結んでいるときは、中点連結定理を使えばね、いろいろなことが分かっていきます。じゃあ最後にね、今回の2つ目の重要点、なんで中点連結定理が成り立つんやっていうのもさらっと確認しておきましょう。で、それはなんでかっていうと、結論を言うと、三角形 ABC、相似三角形 AMN が言えるからです。相似条件としては、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいからです。というのも、AM はね、AB の中点なんやから、ここ対ここは1対2ですよね。こっちが N も AC の中点やねんから、ここ対ここは1対2です。そして三角形 ABC も AMN も角 A を共通して持ってますよね。同じ部分の角です。よってね、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいということがわかりますよね。よって三角形 ABC と AMN は相似です。で、相似っていうことは相似比が等しい。対応する辺の比は全て等しいんやから、MN と BC もやっぱり1対2になりますよね。これでね、MN が BC の半分の長さになるということがわかります。で、さらにさらに相似っていうことはね、対応する角が等しいんで、角 B と角 M 等しいですし、角 C と角 N も等しいです。こっちの図で言うと、こことここが等しいし、こことここが等しいということです。そしたらね、これ同位角が等しくなってますよね。ということは MN と BC も平行ということがわかります。ということで、中点連結定理とは OK でしょうか？重要点2つしっかり理解して、自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。